谷村真嗣、谷村真嗣、谷村慎治、1948年12月11日体は、日本のシンガーソングライター、タレント、作詞家、作曲家、大学教授、アリスのリーダー、血液型は AB 型、三人軽視の次男、愛称はチンペ平、娘は、歌手の谷村潮織。大阪府大阪市住野駅出身。 大阪市東住吉区、桑津育ち。表彰歴には、日本赤十字社金色友好賞など。大阪市立桑津小学校、同立東住吉中学校、大阪府立山和川高等学校、現、大阪府教育センター附属高等学校卒業。桃山学院大学中退。少年時代は、肥満体系で、豚と、あだなされ傷つく。 特に音楽に興味があったわけではないが、渡り鳥シリーズでギターを弾く小林明の姿を見て、一年発起。女にモテたい一心で、本人弾ギターを練習し始め、やがてバンド活動も開始した。1965年、高校在学中に、山本美音美ゆ島津千鶴子とピーターポールマリースタイルのフォークグループ、ロックキャンディーズを結成。グループ名は、 氷砂糖の胃、大阪と神戸で絶大な人気を誇り、神戸のアマチュアバンドサークル、ポードジュビリーの看板グループであった。1968年9月、シングル、どこかに幸せが、で、東芝レコードよりデビュー。1971年には、唯一のアルバム、賛美歌を発表している。1970年、大阪万博の会場で、後に、 アリスの所属事務所、ヤングジャパン社長となる、細川健と知り合う。細川の温度取りで実行した、アメリカコンサートツアーで、ロックキャンディーズ、ザ・フォーク・クルセダーズらと共に参加していた、ソウルバンド、ブラウンライスのドラマー矢沢透と知り合い意気投合。帰国したら、一緒にグループを組もうと約束する。この時、谷村の頭の中には、新グループ、アリスの構想ができつつあった。 このアメリカツアー中に、レッド・ツェッペリンのステージを見る気があり、ジミー・ページの独特のギタープレイに圧倒されたという。同じく訪米中に、ジャニス・ジョプリンのライブを見る機会にも恵まれ、当時彼女の生演奏に触れることのできた数少ない、本人として、幸運と、谷村本人が語っている。帰国した谷村は、アマチュアロックバンド、フーリッシュ・ブラザーズ・フットのボーカル・堀内・孝チ・アリスに、 勧誘。堀内は、ポートジュビリーで、すでに、谷村とは、知り合いだった。1971年12月25日、谷村真嗣、堀内孝雄の2名で、アリス結成。桑名正宏の実家の蔵で練習を重ねる。1972年3月5日、シングル、走っておいで恋人よでデビュー。同年5月5日、矢沢徹が正式に合流し、 現在のアリスとなった、ニギターボーカル、1パーカッションという得意な編成とブルースの強い演奏については、リッチー・ヘブンスの影響を少なからず受けているとのことで、ある。デビュー当初は、ヒット曲もなく、泣かず飛ばずであった。なんとか、打開策を見出そうと、ソウルミュージックの帝王ジェームス・ブラウンを、初来日させるが、当時の日本では、マイナーなアーティストだったこともあって、 来日公演は不意。逆の意味で伝説のライブとなり、所属事務所ヤングジャパンは莫大な借金を背負ってしまった。この際、3000人を収容できる大阪フェスティバルホールに観客が約200人しか集まらなかった。ライブを盛り上げるため観客席でスタッフらと共に歓声を上げていた谷村は、ジェームス・ブラウンのライブでは恒例のマントショーの最中、舞台袖で、 舞台監督に、もうダメだ、やりたくないと言っているジェームス・ブラウンの姿が見えたという。借金返済のためグアムへのクルージングツアーを企画するが、これもまた成功には至らず借金をこじらせる結果となる。挙句は帰国途中に、谷村が当事者となった、これら騒動までもが起こった。後にこれらでないと判明するまで船底に一時。 隔離されていた谷村の著書での回想に売れは当時人気絶頂だったガロが同行したがスケジュールの都合で途中で帰国してしまったという困った谷村とオールは懸命にアリスで盛り上げようとしたというしかしアリスは地道なライブ活動1974年には年間303ステージという記録が残っていると1975年の今はもう誰も のヒットを契機に、冬の稲妻、涙の誓い、ジョニーの子守唄、チャンピオン、狂った果実等のヒット曲を連発する。1978年には、日本人アーティストとして、初めて日本武道館3日間公演を成功させるなど、一時代を築いた。アリスの活動と、並行してソロ活動も開始。コンサート活動はなかった。 シャンソン歌手アダモとのジョイントコンサートを除くものの、1975年のアルバム日暮らしを皮切りに、ソロ名義でのアルバムやシングル制作、他の歌手への楽曲提供、山口桃へのいい日旅立ちなどを精力的に行う。アリスとは異なる音楽世界は、1979年の日はまた昇るを経て、1980年のスバルスバルで一定の完成を見る。 1981年にはシングル群上が東方映画連合艦隊の主題歌となる。1981年8月23日、北京、皇人体育館にて日中共同コンサートハンドインハンド北京開催。中国におけるロックポップス系コンサートとしては前年10月に皇人文化宮で開催された。 1> 第1回中日友好音楽祭に出演した古代語に次ぐものだが単独公演としてはアリスが初めてであった。この公演がリチカラや大浦ら多くの若手ミュージシャンに影響を与え中国にポップスが根付く礎となった。またソロになった谷村が本格的にアジアに目を向けた活動を始めるきっかけにもなった。同年11月アリス活動停止 1982年、シングル、スーパースター、マイスーパースターマイナス、アルバム、ジェードヒスイ、マイナスをリリースして、本格的にソロ活動をスタート。1983年の、エンブレム、1984年の、法要、シトげなど、1980年代は年に1から2枚のハイペースでアルバムを発表。いずれも、アルバムごとに、 明確なコンセプトを持った意欲作である。またその間1983年の22歳や翌1984年も小川智子とのデュエット曲、忘れていいの愛の幕切れのシングル曲をそれぞれヒットさせている。毎年のコンサートツアーとは別に、佐田正史、北島三郎、ゴーヒロミラーとジョイントコンサートも実施。1983年からは、 ニューミュージック系アーティストでは初めてのディナーショーもすると、また親友であるチョヨンピル、アラン・タムと共にアジアのミュージシャンを集めたイベントパクス・ムジカをスタート。1984年の交楽演球場での公演を皮切りに年に1回アジア各地で開催され、現在も続いている。ちなみに1985年映画サンダーアーム 竜アニトラテー撮影中に、品種の重傷を負ったジャッキーチンが復活した姿を初めて聴衆の前に表したのも、香港コロシアムでのパクスムジカ公演のステージ上であった。1986年、完成したばかりの東京、青山劇場で1ヶ月のロングランリサイタル、コラソンを開催。この青山劇場公演は、年末の恒例行事となり、2002年の L.A. ストラーがバイ、宝石シーンまで続いた。1987年、アリスとしての活動も再開。シングル、ブライ、アルバム、アリセックスをリリースし、健在をアピール。ただし、この時は、コンサートツアーは行わず、数本のテレビ番組出演をするにとどまった。その後アリスは再び長い活動休止期間に入る。1988年、 ロンドン公共楽団と共演した大作アルバム、シシとバラを発表。1989年の、リンブ、ロンドマイナス、国立パリオペラオーケストラと共演。1990年の、プライス・オブ・ラブ、ウィン公共楽団プロジェクトと共演と合わせ、ヨーロッパ三部作を完成させる。1995年のアルバム、ITAN ではプロデューサーにフィル・ラモー・オン・ジャック。 エリオットを起用するなど、80年代後半から90年代前半に、かけては、欧米のミュージシャン、プロデューサーとの仕事が多かった。1989年12月、父、心臓が死去。第40回 NHK 紅白歌合戦で、極ワマタを追悼曲として歌った。1992年11月16日、加山雄三と連名で、シングル、 再来を発表。日本テレビ、24時間テレビ、愛は地球を救うのテーマソングとして使用され、現在でも番組を代表する曲として歌い継がれいる。1996年、世界初の商業用 DVD ソフトであるライブ、DVD、シンジラムニタを発表。このことは2008年9月3日に放送された、テレビ番組、森田和義アワー笑っていいとも。 の水曜コーナー、クズ。メイクダウトでも取り上げられた。2000年、インディーズレーベル、マンマイスパパーエスを立ち上げた。リリースしたシングルは、ハーベスト一曲のみであった。同年末の第51回 NHK 紅白歌合戦で、アリスの活動を再開。2001年1月17日の神戸国際会館でのコンサートを皮切りに、 14年ぶりのニューアルバムアリス0001のリリース全国ツアーと活躍した2002年アルバムハンクを発表坂崎孝之介や鈴木康博といった旧友に混じって元ミスタービッグのギタリストポール・ギルバートが参加した2004年中国上海音楽学院で教授を務めている同年中国の歌手モーヤス氏のアルバム ガオプロデュース2005年、日本国際博覧会、愛、地球博、NHK テーマソング、心伝え、歌、イコール夏川リミ、作詞イコール谷村真嗣、作曲イコール谷村真嗣。2005年、NHK 紅白歌合戦に、アリスとして2度目の出場を果たす。2006年、エーベックスイオに、遺跡、6年ぶりのマキしシ,シングル、風の暦をリリース。 2007年4月18日、ファンク以来5年ぶりのオリジナルアルバム、オリオン13を発売。2007年7月8日、平常戦と1300年記念祭テーマソング、ムジカ、歌、作詞、作曲イコール谷村新司。2007年9月19日、夢人夢人、エーベックスイオから2枚目の、キきシ,シングルをリリース。2008年3月19日、今ありて、 エーベックス・イオから3枚目のマキシシングルをリリース。2008年6月4日、ツバメ、エーベックス・イオから4枚目のマキシシングルをリリース。2008年8月27日、ロードソング、エーベックス・イオから5枚目のマキシシングルをリリース。2008年12月10日、13夜、マカリー、エーベックス・イオから6枚目のマキシシングルをリリース。 2009年2月4日、桜は桜、夢になりたい、エーベックス・イオから7枚目の、マキシシングルをリリース。2012年2月18日、風の子守唄明日の君へ、エーベックス・イオから8枚目の、マキシシングルをリリース。2012年7月18日、始まりの物語、伴奏、エーベックス・イオから9枚目の、マキシシングルをリリース。2013年、 毎日芸術賞、芸術編賞文部科学大臣賞、大衆芸能部門を受賞、2015年、四十五賞を受賞、ほか、その独特な風貌と歌い方、特にソロで、モノマネタレントの格好のネタとなっており、谷村のモノマネをする芸人は多い。ただし、非常に落ち着いた歌い方になっているソロになってからの、谷村もちろんのこと、 堀内のモノマネをするタレントとともに、前世紀のアリスの谷村のモノマネもよくされていた。しかし、2009年にアリスが再始動したために、現在のアリスとしての谷のモノマネに切り替えたモノマネタレントも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。